ジオホール1日目ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。エピソード6開幕しまして、6やっぱり花道があると近いね、お客さんがすごい、すごい上の方まで見えたね。嬉しく思いました。なんか声聞こえないのに声聞こえてる感覚になった。わかる、わかるか、わかりますか、わかる。あら、髪の毛がキラキラしてらっしゃって、ちょっと妖精のハートみたいな。昨日までそんなことなかった。ピンカベラの粉かけられた。結構輝き始めちゃったかもしれない。あら、かわいい。大阪のパワーです。大阪のパワーです。すごいじゃないですか。大きに。大きに。大きに。ウィークするな。してた。自然に出ちゃってたね。大きに。大きに。はい。エピソード6は明日もありますので、来てくれる皆さんは一緒に楽しみましょう。今日来てくれた皆さんはありがとうございました。ありがとうございます。ゆっくり休んで、今日のことをじっくり思い出してもらえたら。あなたがゆっくり休むわけない。休んでね、あなたも休んでいいけど。じゃあ、リンリンさん、今日の思いを一言で。今日の思いはハッピー、ハッピー、ハッピー、ハッピー。綺麗でした、綺麗な日でした。キラキラ、ビューティフォーデー、ビューティフォーデー。また会いましょう。またねー。ガオー。